はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。小見読み行ってみたいと思います。フラメンコの人たちの中に極端に近いギターの膨らんでる部分を右足の太ももに乗せている人たちがいますけど、どうなんでしょう。極端に近い右足の太もも、こういう感じで弾いてるって感じかな。いいんじゃないでしょうか。いいと思います。別にこう、まあ、僕はこれで弾かないですけどね、僕のスタイルでは全然ないんだけど、でもこういう風に楽器がこの位置にあることで、左手に負担がかかるっていう状況も特にないですね。というか、負担っていうのを、手首の負担とかその辺を考えれば、この位置にあるっていうのは全然負担にならない位置なんで、むしろ楽に弾くには最適な位置だとも思います。こんな高くなくていいんだけどっていうところですけどね。でもまあいますよね、なんかこうこのぐらいでこんな感じで弾く人もいるし、足台を使っててもね、なんかこのぐらい、なんかこのぐらいの位置で弾いてる人もいるし、それはね全然いいと思います。弾きやすいというか、負担のかからない形をちゃんと作っている弾き方なんじゃないかなと思いますけどね。例えばこうね、アマチュアの人がこのぐらいの位置で弾きますってなると、これこの位置だと何弦の何フレット自分の指今どこ押さえてんのっていうのが見えないんですよね。だそこでやりにくいって感じる人は多いと思うんです。なので、この位置にしたからいいよっていうよりは、この位置にすることで逆に見えなくて不安になるっていう人は増えるんじゃないかなっていう気もしますけど、別にね、左手って見なくても見えてなくても全然大丈夫だし、右手もですけどね、ただ、多くの人にとっては見えた方がいいというかね。でそれで問題になるのが、自分の手が見たくてだんだん楽器が上を向くみたいなね、こうなんかで手首に負担かかって抑えれない、痛い、辛いとかなってきたりするみたいな、そうだからね、見えないと嫌だはちょっと問題なんだけど、見なくてもいいけど見ようと思えば見えるけどねぐらいな位置で、最初から練習しとくとね、左手見えてないから嫌だよみたいな、そういうことにもなりにくいのかなと思ったりはしますね。アドバイスありがとうございます。おっしゃる通りの考え方で力を抜いて頑張ります。いろいろな先生のアドバイスが一致した時に納得できたと思っております。まだまだ暑いです。お体にご注意ください。これは癖を直すっていうね、自分が実感したらだよねみたいなね、実感した時にこう修正されやすいよみたいな、なんかそんな話をしてるんですけど、いろいろな先生のアドバイスが一致した時に納得できたと思っていると、これもこれでねあるとは思うんですよね。この一人の先生がこうだよって言って、もうなんか今まで自分がやってたことと全然違うこと言われちゃったって思っても、こっちの先生も同じこと言って、この先生もあっちの先生も同じこと言って、この先生もかってことはやっぱりこうなのか、自分が今までの自分間違ってたんだみたいな、そういう状況にはなったりするかもしれないですよね。ただ、これもねなかなか難しい問題だと思いますけどね。
いろんな先生のアドバイスが一致した時っていうのは大抵あなんか良さそうだなっていう、もちろんそういう状況だとは思うんですけど、でもまあ結局そうなったからといって自分の癖がね改善されるわけでもなかったりするので、そうまあ先生方のアドバイスが一致してるのに間違ってるってこともまあまあないとは思いますけどね。でも、いろんな先生が例えばこのことについて言ってもなんか一見違うことを言ってるんだけど結局同じことを言ってるみたいなこともあるんで、いろんな先生のアドバイス、これについこの弾き方について、まあ、とある弾き方についてこの先生の意見も聞いて、いやこの先生の意見も聞いて、この先生の意見も聞いて、同じ意見だったらこれでいいかなみたいな、なんかでもそのまあそういうことを言ってんじゃないと思いますけどね、このコメントはね。でも例えばそういうふうに複数の先生に聞いてみんないいと言った形だったら大丈夫みたいに考える人ってたまにいるとは思うんですけど、そういう考え方って結構危ないなとね僕は思ってます。で、その先生それぞれの先生が言ったことの本質がちゃんと分かってるかどうかっていうのが結構問題になってくるというかね、危険なポイントっていうか、結構こう自分聞く側って自分がこれこの奏法ってやっぱなんかいいんじゃないかなって思ってね、そういう情報を発見したとして、このこれってやっぱり今のトレなんか今のトレンドじゃないか、今はもうこのテクニックが主流ですかみたいな、なんかそういうのを聞いた時になんとなく似たようなこと言ってるんだけど結構いやこの辺はダメかもしれないみたいな注意しなきゃいけないこともいろいろ言ってるんだけど、結局聞く側がこれがイエスかノーかっていう答えだけが知りたくて、で自分の勝手な解釈でこれをやるための都合のいい情報にこう頭の中で書き換えてというかね、だから言われて言ったことと理解してること、向こうが理解してほしいと思って言ったことと聞いた側が、理解してることってズレがあるんですよ。もうこれはどんなことだって絶対ズレ、多少のズレはあると思うんですよね。でそこに、自分の癖を直すとか何か新しいテクニックを、自分はこれがいいんじゃないかっていう、なんかそんなね、もし情報を聞きつけてた、見つけた情報があったとかなると、余計にその理解してもらおうと思って言ったその言葉と自分が、理解することの差は大きくなる。まあ自分が都合のいいようにね、自分の理想に近づけた答えが欲しいじゃないですか、人って、人間って。だからやっぱりこうね、その実はそこ言ってないんだけど、そう A たす B は C だよって言ったんだけど自分は D っていう答えが欲しくて、でも A たす B は C だよって言われても、でもなんかそんないろんな話をしていくうちに、A たす B は C だけど、まあってことは大体 D ってことだからこれでいいのかみたいな、そのね解釈を変えてしまったりすることっていうのはもう本当によくあること で、で自分がそうそれがいいかもしれないなんて思ってたらなおさらそういう現象っていうのは起こるんですよね。だからまあちょっと話がずれてきましたね。だからいろいろな先生のアドバイスが一致することっていうのはもうよくあると思うんで、よくあると思うんですよ。
でも違うことを言ってたとしても同じこと言ってること可能性も十分あるし、うん、なかなかね難しい問題だと思いますけどね、うん、はい。なので、ちょっと話がずれましたけど、こうアドバイスを聞くときの注意点みたいな感じでちょっとね、聞いてくれればいいかなと思いました。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。お気軽にコメント書いてください。